はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はカクテルですね。ドクターペッパーという名前がついているカクテルです。実際はドクターペッパーは使いません。フレーミングドクターペッパーというね。まずですね、ビールをグラスに、デカめのグラスに、まあ、それなりかな？半分ほど注ぎまして、はい。ショットグラスに、ディサローのアマレットちゃんを加えます。こんぐらいですかね。そして、アルコール度数が高い、ね、バカルディ151のような、まあ、あとスピリタスとか、ね、を、この上の方に、まあ、まあ、結局、アマレットを注いだ後に、注ぐと。うん。ね。アマレットを注いだ上に、こう、じゅわーっと、注ぎます。そして、そう、フレーミングの名から、察する通り、火をつけます。ついてんの？あ、つきましたね。はい。はい、火がつきました。熱そう。そして火がついたまま、こいつを、これあれだな、飛び散りそうで怖いな。ドポッと。熱っ。ちょっと熱かった。はい、ドポッと入れまして、完成です。ね、いわゆる爆弾酒のような雰囲気の、あれですね。爆弾酒って昔作りましたけど、ね、ビールの中に、あの、ショットグラスを、そのまま、のお酒をそのまま加えるタイプの、ね、はい。こう中にね、微妙に、まあ分かりづらいかもしれないんですけど、ね。ショットグラスが入ってます。そしてこれで完成と。で、いただきまーす。うん。あ、ほんとだ、これ。これほんとはドクターペッパーの味する。うん。あ、確かにドクペっぽい。ちょっとぬるいけどな。なんか、うん。ちょっとなんか、ビールが、せっかく冷えたビールなんですけど、なんかこっちがぬるかったんで。うん、常温だからかな。ああ、美味しいですね。うん。いい感じに。ドクターペッパーの杏仁豆腐の味がしてね。うん、ラム酒の味はあんましないですけどね。うん。なるほど。うん。これね、ヨーツベにね、すげえ動画があって、まあ、外国でね、外国の動画でしたけど、このフレーミングドクターペッパーの、を作る時の、なんか、パフォーマンスがすごくて、火をつけるとき、こう、これを含んでね、
バカルディ151かなんか含んで、ファイヤーしてね。うん。ファイヤー、自分の口からファイヤーブワー出して。で、火つけて。で、それグラスをバーンって落として。た動画がありましたね。あれは日本じゃちょっと真似できねえな。確実にやばい。かなり上級者向けだと思います。あれは。ね、ショーとかでね。まあこれ結構ね、危ないんでね。火使うんで、この、うん、このカクテルはちょっと火使うんで。もうぶっちゃけた話、火つけないで。ね。ちょっと今怖かったですもん。ここに落とすときちょっと。ためらったもん。からぶっちゃけこれ火つけない方が。火つけても大して何も変わんねえ。多分何も変わらんと思う。だから普通にこう注いで。軽くステアして、完成でいいと思う。うん。あのね、結構甘めになってね。甘めの。ただ、ぬるくなるな、これな。うん。ちょっとぬるくなっちゃうのが。うん。まあ、欠点ですが、ドクターペッパー。ね、フレーミングドクターペッパー。ね、そんなの通り、ファイヤーフレーム、まあ、燃えるドクターペッパー。うん。ドクターペッパーに非常に似てる味が楽しめ。うん。でね、これね、ドクターペッパーを実際に使ってるのもあるんですよ。なんか、ドクターペッパークラブっていうサイトには、このフレーミングドクターペッパーがですね、あのビールを使わずに、もうドクターペッパーをビールの代わりに使ってる、この作り方と同じで。あ、同じじゃねえな。ビールをドクターペッパーにして、で、アマレット使わないパターンだ。アマレット使わないで、ロンリコじゃねえや。まあ、バカルディ151に火つけて除菌ドボンだけ。うん。まあ、これはね、うん。うん。びっくりするほど、ドクターペッパーに似てる。似た味が楽しめる。これ美味しいですね。ただ、俺次回から飲むときは、火はつけません。はい。ビビリなんでね。ちょっと熱いの嫌いなんで。熱いの嫌いなんでっていうかね。やけどしたくないんで、怖いですね。あと、ジョッキにドボーンってバーンってやるときに、落とすときに、ビチャーってこぼれるのが嫌なんですよ。だから、パソコンの前で今やってるからさ、こぼれる、こぼれるんじゃないって、ちょっと一瞬思ったんで、それでちょっとためらったんですよね。だから多分、うん、あんまりそこら辺はまあ、ね。まあ、わざわざこんな、パソコンの前でやることないですけど。
本当に危なかった。うん、これ結構甘いですね。うん。香りも強い。あ、これおすすめですね。まあ、これは、やるときは、アマレットとバカルディの151を冷やしといた方がいいですね。一気にぬるくなって、逆に美味しくなかった。4455で。うん。これは冷やしとけばもっとうまい。絶対。ね。それではご視聴ありがとうございました。